直樹さん&直樹さんの友達、そして、今日ね、ご覧いただきました皆さんのますますのご繁栄と、そして今日は素敵な会場をね、本当にすいませんありがとうございます。素敵な会場を、ね、貸し切っていただいて、まあ、素晴らしい会場、ますます楽しんでいきましょう。乾杯。はい、人のつながりで本当に今日は来ていただいたということが分かります。っていうのが僕はいつもノータイプという常に判断します。もうのっけから言いますね。初めてお会いした時にこの方はどのものを使いながらコミュニケーションをする方かなということは聞きながら対応して、でこういう脳がいくつかあって、そして同様に記入して今日はこの商品カットの営業を私はっていうふうに決めるわけです。でその決める脳が3つあるんですよね。これがアンテナの高い人、低い人、これがグーです。例えば、今日来られた中でこの回、何も分かってない、今日来ましたね、これが分かりやすい。それが昨日はなお、ね、マイクのね、この人柄に書いて、まあ分からない、まあ分からない、全部はどういうふうにしてきた人がほとんどです。誰かというと、そういうような分析が出てもないし、雰囲気そこら辺に似てる。で、分かりやすい例に言いますと、女性の人生が手相で変わるようなことをよく言われるじゃん。だまされやすいよって、さっき言ってるけど、手相を見て、こうね、あなたこうねって言った瞬間に、何言うの、何言うのね。で、こんな風にして、なぜ分かるのかっていう話をしますと、考え方っていうと、顔に出てくるんですよ。高校生くらいのアルバイトさんをバッと一瞬やる気にさせていくためには、この顔どこを伸ばしていったらいいかと、一瞬で教育するわけです。そうすると人の顔を見たり、この人の性質を見たり、意識を見たりするとか、環境とか、全てを比べて判断をしていく、面接するわけですよね。で、男の疑問に入ったから、より分かるようになってきたのは、女性を濃く見るのがあるんです。で、これを上司の男性の方が読み解けば、今ここでこういうことをしたら、やる気になるな、今こういうこと言ったら、タブーなことだな、っていうことを気づきますよね。これが実はコミュニケーションメイクっていうのは目標表現。だから心理学とメイク、いろんなことを絡めてコミュニケーションメイクをやっております。でここでお客様に、もう人として買ってもらいたいという時に、握られる場合と買ってくれる時の差があったんですよ。 100% 買ってもらえないんですよ。誰でもそうですね。でもその確率がもし上がったとです、それが3割、4割確率上がると受け上がりますよね。で、ないと上がりますよね。たまに存在感アピールする。で、そのための方法っていうのがありまして、じゃあちょっとこれから皆さんの脳タイプを判断してみますんで、はい、でご自身でこれもしかしたら僕はここやな、私はここやなっていうのを分かった時点でちょっと手を挙げていただきます。ゲームみたいなもんです。で、これが分かってくると、初めてお会いした時のお顔とかファッションとかいろんなの見てて、この方はこのタイプなと思った時に受け方が変わります。例えば、あなたのこと大好きですって言い出した時、突然大好きっていうこと、なんか雰囲気めちゃくちゃいいですよね。これはもう一つヒントになってます。これヒントね、いらっしゃいますね。一番神が降臨したからこれ、そんなにあるんですね。純子ちゃん、純子ちゃんね、純子ちゃんのようにこういう会の時にすごく輝かない衣装を取ったんですね。最先端に行ってるんですよ。彼女はすごく光をまとっています。キラキラしてですよね。ありがとうございます。こういうので魔法のことがあって、もう僕のこと大ファンになります。言葉の書き方で伝わると思いますね。で、一番最初にまず見てます。眉です。男性の方も女性の方もまず眉を見てください。で、眉を見た時にまず眉の眉尻の形とか眉尻の鋭さ、ちょっと美容関係の話すると、眉をクールって言うんですよ。リン、クール、クールになってる眉、そういう眉が細いですね。それをされてる方って結構ものすごく論理的で、ものすごくじっくりと物事を考えて、ものすごく商品を買うときに騙されやんと自信ないんで、ものすごく物を買いにくいし、それと会話してるときに何考えてるかわからないし、ちょっとね、失礼ですけど、先ほどね、
僕の話してる時ちょっとこういうふうにしました。ものすごくじっくり物事を考えて、この方との初めてお会いしますもんね。この詐欺師にやって僕は騙されへんぞみたいなそういうのあるんですよ。まあ変な話でいいんですよ。すごくそれだけしっかりとものを聞いて理路整然とこの話が通じまくってるかというところまで腑に落ちないと考えられます。そういう方にいわゆる商品を売る時にはもう焦ったらとにかくじっくり考えていただいていいですか。データが何かありますし、評判の向上のようなデータもたくさんございます。一度使用してくださいぐらいパーッとこう跳ね返るぐらいにで、じゃあ私のタイプ第2弾です。今日多分でもこの中の一番多いのがやっぱりちょっとね、触覚型っていいまして、僕はよく言うんですけど、手タイプ、耳タイプ、目タイプ、分かりやすいんでこういうふうに言います。あのこうじっくり考え方、耳タイプと耳タイプで、手タイプ、それから目タイプで、これからお商売されてる方というタイプがたくさんに確実的にやっぱり合わせてあげたいんです。サービスとして心地いいサービスをしたいんですね。僕は分かりやすいですけど言います、名タイプ。名タイプっていうのは分かりやすい、店に行った時に動きがやります。で、目をキョロキョロさせてきました。僕に本気は、ね、一番最初にここに行きました。バーッと見て、外観見て、いろいろ見て、すげえお話ししました。名タイプだったら動きがやすい、外観キョロしました。それとこれでもかっていうふうに目指したかっていうから、こんな服なんだっていう。で、光もんが好きです。で、時計で言うとせっかち。これは普通の人間の肩のスピードの3倍です。だから一番そういう方に怒らせたらあかんのは、作業とか、いわゆる重い重いなしする設計が遅いです。これが一番その方が嫌われます。これが3万5000円の最高のクリームです。最高のクリームをこれから皆さんに買ってもらわないと、ね、その買う時の一番の殺し物、いいですか。これから聞いていきますね。例えばこの方だったら、これすごくいいんですって言う前に一回ちょっと手につけてくれますか。手に感触をまずなじまして、匂いがいいからすごくいいんですよ。これで買うからです。直接のデザインがいいんですよ。最新なんです。この中の内容性多分今までないものがあるんですよ。しかもこれね、あるんですけどあと3本しかないんです。もう今ここにしかないです。よかったらどうぞ。こういう形です、ね、で、右タイプの方、すいません、すっごいお願いしたからね、手帳まで出てきます。で、こういう形ですね。ちょっと調べてもらいますが、これね、3万5000円ついてる。それだけにかなりいいものが入っているんですよ。それ、英語するのちょっと認めませんか？で、頼りにして、そして、その方の、まあ、いろんな、すごいですね、なんでそんな考えなんですか？なんでそんなことしてるのかって言って、頼りにして、尊敬を、そうすると、この中の英語成分を見て、これはな、ヒデさんとか、ちょっと、カラビなんですか？とか、あ、そうなんですか？でも口がいいんじゃないですかっていうことは、そこで信頼感が出てきます。これを分かりやすく言いますね。最初に匂いを嗅いで、手で感触をなじまさないと分からない人は手タイプ、触覚型で、パッケージとか最先端とかもあと1個しかない、ここでしかないっていう言葉の弱いのが名タイプで、耳タイプの方はその評判とか中の内容成分とか、この会社はどこで作ってるのになっていうところもきちんと調べないと納得できないタイプ。もちろんこの3つのタイプは皆さん脳を持ってるからね、おのおのあるんで、そうなんですが、どっちかったらこっちの傾向強いかなっていうことですが、耳タイプの方のために特別にケアで耳を作ってきました。じゃあこれ見といて、目タイプの方はこういう数学で来るとクイズです。耳タイプの方はね、あるというところです。これ分かりますかね。ただこれを意識するのとせんので、ただ単に会話してる人って大概自分の脳で考えて会話するから通じないんですよ。だからこの方が、僕が名タイプで、この方が名タイプかなと思ったら、名タイプらしい会話を送ります。でもプライベートでそういう方のするメリットを見るとすぐ分かります。結構ナチュラルで、色物を使わない、ベースがすごくナチュラルで、あまりこう、まあ、今はっきりと
自然体が大好きっていうのが生態ですね。これナチュラルの裏で、リンっていうのはこれプール、いや先ほど言いましたように丸いものすごくシャープになっで、エレガント、これツヤっていうんですよ。あの部分、根タイプの方って根がすごくこうくるくるしてると根にものすごくカラーものを入れたくなる。例えば新しい斬新な色が、まあ、売れるとすると、その色のカラーラインをわざわざ入れたり、これ私、そんなもん入れてるんですよ、みたいなことを見せたくなる。で、リップもそう。とにかく新しいものをどんどん最先端に。で、こういう方には、こういう根タイプの方にそれをお勧めしたらいいんですけど、低タイプの方にそういうことをお勧めすると、私、似合わないんだって、ね、ナチュラルが好きなリップなんです、ね。まあ、リップ納得をしていただいたら、それが大事です。で、これはもう、ナップといったんですけど、ただ、もっと奥深いのがあって、実は低タイプの人はこのタイプが好きで、このタイプの人はこのタイプを尊敬するから、メイクがどっちかっていうと、あなたね、ナチュラルが似合うのになぜそんなわざわざこんなきついメイクしてるのって言いましたね。言いましたね。彼女の、だからそういうのを僕らは解説をしながら、その方が魅力的になるための話をするのが実はあるんです。で、これ言うてたらもう1時間、2時間なんですよ。で、その方のブランディングってところがありますから、彼女が潜在的にこういうノータイプを持たれたらこういうふうにした方がいいなっていう、で営業用のメイクを今日は耳タイプの社長さんにお会いするんですね。はい、わかりました。そしたら耳タイプが敷かれる目タイプのメイクになります。こういうふうなことをお知らせするのがコミュニケーション。彼氏になりたいって分かったらこの彼氏に敷かれるメイクを教える。これは最先端ですよね。わかりますか。まず今日のセミナー楽しかったでしょ、ためになったでしょ、最先端でしょ、ということで3つのタイプの方にまず来ていただきましたでしょうか。